はい、今回は、宝酒造杯、新潟県大会、準決勝の5を、並べたいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、僕の白番ですね。この碁は持ち時間40分、切れ負けの碁です。はい、控えてみましたね。まあ、定石は、まあ、一路いっぱいに開くんですけど、詰めがいいとこで、まあ、飛びに一着なると、まあ、これはこれで一局なんですけどね。まあ、係とか回って、まあ、打たないと、まあ、こう、まあ、これはこれで、まだいっぱい。変数はあるんですけど、まあ一例として。まあこんな感じ。で、こういう語はありますね。で、はい、一路控えて、一路控えると、まあ、この詰めが一応、これはこうやって打てますので、まあ、ちょっと控えて打ってみました。まあ、実戦、これ、開きでは、やっぱり、どうかかかりか、まあ、打つならいっぱい、で打ちたいですかね、やっぱり。が普通だと思います。はい、二重取ってみました。まあ、普通に受けてても不満ないんですけどね、こうやって。まあ、やっぱりこう打つべき、まあ、こう打つ方が良かったかもしれません。これで、上辺、ここと、ここがほぼ似たような格好ですから。で、これと、この構えで、込みがありますからね。十分種類良かったんですけど、ちょっと変化してみました。で、ここで、最初打ってる時は、下ねようと思ったんですよね。やっぱりこうやって、この図で行かないといけなかった。かなと思います。これここ低いですからね。十分やれたかなと思います。ちょっと気が変わって戦ってみたんですけど、で後で教わったんですけど、ここで実戦受けてくれたんですけどね、ここでここに飛ばれたらあんまり良くなかったかもしれません。これ切るのはこうやって取られちゃいますからダメですから、ここで、まあ、どうするか、こう押し切っちゃって飛ぶか、それか、こすんで、こうやってやるかなんですけど、まあ、これはこれで黒打てたと思います。ちょっと白あんまり良くなかったかもしれませんね。まあ、実戦並んでくれたので、まあ、ここ飛べれば、まあまあ。で、まあ、つけたんですけど、普通は、ここつけるのが形です。で、伸びには、つけるのもあるのかな。つける手もあるかもしれませんけど、まあ、伸びには跳ね継ぎぐらいで、打ってても。で、今度、コスミがありますから、で、こう跳ねちゃって、まあ、このぐらいで。こう打てば黒は普通でした。実戦はこうやって、まあ、こういう変化になったんですけど。で、僕ならここ一手入れますね。手入れて、まあ、こう切りに回って、まあ、こういう展開を予想してました。
先行やったんですけど、ここ置きがありまして、こっち押さえちゃうと、こうやってこう渡って、ちょっと黒危険ですね、これは。なので、これが仕方なく、こう渡って、まあ、先手で渡って、これ めちゃくちゃでかいんですよね。めちゃくちゃ辛くて。これは白が1本取ったかなと思いました。で、開きですね。はい。で、消しに回って。まあ、あんまり打ちたくない手ですけどね、この黒59も。で、まあ、打ってるときはこんなもんかなと思ってたんですけどね、黒は。まあ、それで白もどうするか、と考えてました。まあ、黒、こう反発したんですけど、これは何か手がありそうな感じがしまして、実戦はここに打ちましたね。で、これ出て、こうやって、これが先手。まあ、決まりまして。で、まあ、ここにつければ、まあ、ほぼ、取れませんので。で、ここまで、まあ、黒の、一番大きくなりそうな字を、こう、ガラガラにしましたんで、まあ、ここでも黒、白一本取ったかなと思いました。で、まあ、黒、ここでもやっぱり、どっかで、こうやって、この白を、浮かしてやっぱり攻めないとあんまり面白くないですね。まあこれでも白こうやって、まあ、打てると思うんですけど、まあ黒は何かここで仕事をしないと何か面白くない碁かなと思います。実戦はまあこれを打ってこれを利かしてここに守ってまあちょっと安心ですね。で、黒は、模様を広げるしかない。はい。で、実戦取ったんですけど、取るとこう下渡ってコウになるんですよね。まあ、なので、黒は、まあ、下がって頑張りのもすごい感触悪いんですけどね。まあ、このぐらい打って、まあ、なんとかなるかなと思ってました。まあ、実戦はこうやってコウになりましたね。で、まあ、ちょっとコウが続きますね。ここで手を打ちましたね。取ると、こう跳ねて、こうなると、これ先手ですから、ちょっと白、まあ白不満ないです。で、黒はまだ頑張ってきましたね。実戦つないだんですけど、まあ、カケツイでても、まあ、十分です。まあ、黒取るしかないですから。まあ、どっか白、飛びぐらい打ってても。まあ、これでも自信はあったんですけど、まあ、もうちょっと頑張ってみました。で、またコウが続きますね。で、白は、124で、手を打ちましたね。まだこうですからね。で、こうや。ちょっとこうが続きますね。で、黒は141と、これで手を打ちましたね。まあ、これなら白も満足ですね。で、ここに回って、まあ、優勢を、は意識してますね。で、結構余裕ある
後ですね、ここまで来てしまえば。で、単に162も結構自慢の手で。黒はツグしかないですね。はい。で、167と打ったんですけど、まあ、例えばこれで、まあ、こうやれば取れるんですけど、まあ、これを利かして、まあ、ここに打てば、なんか数えなくても、すごい良さそうな気がしますね。まあ、なので黒は一応、167と当てて変化してきました。してきたんですけど、まあ、それは172と打てば、この石は取れませんから、で、継ぐと、こう切って、見合いで取れませんね。で、取って、まあ、182の手も、一手の手ですので、切りましたね。で、これは取られるんですけど、まあ、これを利かして、まあ、ここに回れば、まあ、計算ができてまして、まあ、白、だいぶ、良さそうですね。で、まあ一応ここまでとさせてもらいます。はい。まあこの碁は、まあ比較的うまく打てた方で。まあこの144が、144と、この160、66、が結構自慢の手ですかね。で、まあ、こっち取る手もあったんですけどね。こっちの、まあ、これはこれで2とつなげば、まあ、一応、下辺荒らし、ガラガラじゃなくて、まあ、荒らしてますんで、まあ、これはこれで白も不満ないっていう展開で。まあ、比較的よく打てた碁かなと思います。はい。じゃあどうもありがとうございました。